毎週日曜放送中、声優パーク建設計画 VR 部からこちらの企画。いろんな声のお題を松陰寺さんがランダムに上げて声優さんに瞬時に演じ分けてもらうよ。お題はみんな知ってる桃太郎。どんな作品に仕上がるんでしょうか。札を上げてすごい多いですからね、これを使い分けるってなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、いけんじゃないですか。いやもう声優の中でも結構相当な手だれですからみんな、何が来ても大丈夫です多分。だからもうポイントはもう赤崎さんのエロボっていうことで、そうではゲスト声優による丸々ボボードチャレンジ。スケボ。昔あるところに おじいさんとおばあさんが住んでいました。イケボ。ある日おばあさんが川で洗濯をしていると、川の上から大きな桃が。はい、メカボ。どんぶらこどんぶらこと流れてきました。はい、おこぼ。なんて大きな桃だこと。持って帰っておじいさんと一緒に食べることにしようかな。家に帰って桃を切ってみると、泣きぼ。おぎゃーおぎゃー。まあまあ泣いてるからね。なんと元気な男の子が。ショタボ。こりゃーたまげた。ふけぼ。おじいさん、これも何かの縁です。桃から生まれたから桃太郎と名付けて私たちで育てましょう。イケボ。おじいさんとおばあさんに大切に育てられた桃太郎。すくすく育ったある日のこと。アホボ。おじいさん、おばあさん、僕小木大地に行ってくるよ。エロボ。まあなんと勇敢な。ではこのきび団子を持っておゆき。ショタボ。桃太郎が鬼ヶ島に向かう道中で犬と出会いました。エロボ。わんわん。桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいな。エロボ。音もするならあげましょう。おこぼ。さらに足を進めると今度は猿と出会いました。エロボ。キッキー。桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。アホボ。頭するならあげましょう。イケボ。さらに足を進めると空飛ぶキジと出会いました。泣きぼ。キンキンキン。桃太郎さん、お腰につけたきび団子一つ私にくださいな。エロボ。お供するならあげましょう。こうして犬と猿とキジを仲間にし、いざ鬼退治へ。桃太郎が鬼ヶ島に着くと、赤鬼そして青鬼が。おこぼ。なんだこいつら。生意気なやつはめ。アホぼ。ひなれざましてやな。イケボ。桃太郎と犬猿キジは全力で立ち向かいます。メカボ。ケンケンケン。空からの攻撃は任せてください。エロボ。うっけけ。鬼の顔を引っかき回してやります。アホボ。わんわんわん、一匹残らず噛みついてやる。イケボ。桃太郎たちは見事に鬼たちをやっつけました。アホボ。ごめんなさいごめんなさい。お降参します。どうか許してください。宝物を差し上げますんで。エロボ。みんなのおかげで無事鬼を退治できた。この宝物をおじいさんおばあさんの元に持ち帰るとしよう。ショタボ。桃太郎はおじいさんとおばあさんの待つ家に帰り、みんなで幸せに暮らしましたとさ。エロボ。めでたしめでたし。いやー
ですか？事務所から、事務所から訴えられる。そうでしょ。松陰寺さん完全に怒られますね、これは。いや、これめちゃくちゃ面白いっすね。面白い。これそのうちあれじゃないですか、あの家で見てたあの親子が、はい、ね、夜寝るときに絵本読んであげるときに子供が上げ出したよね。ちょっと待って、うちの娘やりそうだからやめてください。